サイドを使います。右へ出した、ボールを回して1回セルヒオラモス、横へ運んでいきます。立ち上がりからガンガン行くことはしません。激しく奪い合います。いいワンタッチだ。メヒーヤ外へ開いてきた、食い止めた、前、一度下げて、ジュリオ・バチスタ、ロビーン、キープ力には評判のある選手。さあいい展開だ。回してセルヒオ・ラモス、ワンタッチでセスク、通るか。さあこれはスペースに抜ける。リュンベうまくコースを塞ぎます。いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。グティ、ここからミチェル・サルガド、おっとうまいですね。中には一人、さあ固まっている。さあどうする、行くか。さあ中から行きます。うわ、決まった。レアル先制点を決めました。レアル先制しています。レアルとしてはより慎重にボールを回していきますよね。落ち着いてプレーするというかね。カットして、ボールを奪われています。アーセナル早くも攻守が変わっています。レアル小さく出した。レア右から上がっていく、一人で上がります。左へ出した、いいマークですよ。ここで激しい、さあここに出てきたぞ。大事なところ、さあ奪った。ここは阻まれました。激しく奪い合います。レアここまでは圧倒的にボールを支配しています。これはタイミングが合いません。さあ一気に前線へ送った、おっと出しましたね。競り合います。奪った、コロトゥール、ローレンへと詰め寄られた。さあこっからだ。ディフェンスでした。アンリいい形で前へ突破を図りました。ザザーさん、レア得点後の動きなんですがどのように映りますか。そうですね、大きな得点を入れたわけですからね。さらにもう1点という気持ちが動きに見られますよね。なるほど。まもなく前半も30分が経過します。少し出して競り合った、リュンベリ、アーセナル、さあここまで押し上げてきました。追いつけるか、シュートは阻まれます。さてコーナーキックに変わります。
ここは得点したいところです。いい守りです。そしてオナウ、レアル中央上がっていきます。これはタイミングが合いません。コロトゥーレ繋いで、コロトゥーレ、ここで流れをつかみたい。激しく奪い合います。ロナウ、今のところ1本シュートを打っています。まだコースを探しています。ああいいプレーですね。ここで奪い合う。おっと危ないところでファールです。攻め上がったんですがここはうまくいきません。リュンベル、持久力のある選手です。あっとつながった。そろそろ前半の40分を回ったところです。積極的に行きます。安定した攻めを見せています。ルティパスをつないでいく。右へ出す。カットして後ろからチェック。さあここで動いた。放った。キーパー押し返している。また取り返した。細かいボールの奪い合い。また戻す。後ろからのマーク。まだ諦めていません。どうだ。おっと詰めている。惜しい。前半戦終了です。さあ北澤さん、何でしょう。レアル先制して折り返しました。この結果どうご覧になりますか。いいペースで試合の運びができましたよね。守りも悪くないですしね。レアルとしては今のところ予定通りといったところでしょうかね。なるほど。それではこのハーフ少し振り返ってみますが、前半43分、今後半がスタートしました。エンドが変わって右にレアル、左にアーセナル。つながりません。レアルボールになります。左へ回してレアル、若干押しています。レアルボールキープしています。キープします。おっと素晴らしいですね。前が空いた。おっと打ってきた。こぼれ球。うわ決まった。アーセナル、ここで試合を振り出しに戻しました。これでさらに攻撃に出ていかなければいけないってことですよね。ロベルト・カルロス、大きく横へ運んでいきます。おお。クリアします。さあいけるか。ここからどうする。ここでホイッスルがありました。さあチャンスになります。いい位置でフリーキックを得ています。おっとまた打ってきた。決めた。左足。2点目。後半まで始まる。さあレアル、ここでまた流れをつかんでいます。ジューベルト・シウバ、前へゆっくり送ろうという場面です。おっと、そしてここはコロトゥーレ。ドナウ、おっとここで笛が吹かれました。これオフサイドか。はい、フラッグが上がっています。オフサイドです。頭で競り合います。レア今のところ1点リード。だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっていませんか。そうですね。パスの精度もありますけど、もう少しバリエーション変えてもいいでしょうね。アデバヨール、さあここに出てきたぞ。ミチェル・サルガド、グティ、ジュリオ・バチスタ、まだシュートは打っていません。ちょっとこれは読まれましたね。さあ一人で上がっていきます。これは
ここは一難逃れます。もう一回スローインになります。強い、おっとクリアが小さいぞ。ここは阻まれました。3人入りますとね、非常にマークきつくなりますからね。レアボールを回します。短くつなぎます。ドナウ横へ運んでいきます。競り合った、アデバヨウ。レア現在1点差をつけています。でも本当に今日はうまくボールを回せていますよね。やはりそのあたりがですね、今日の得点に結びついていると思いますよ。そういった基本的なところをしっかり意識してプレーしてますよね。あと少しで後半30分、ローレンがうまく食い止めます。さあ今の場面、アンリ、これは繋がらない。後方へパス、そしてコロトゥーレ、少し出してアンリ、ジュリオ・バチスタ、大きく横へ運んでいきます。これはファールの判定。さあ素早いリスタートから、後ろからのマーク、セルヒオ・ラモス、前に送る、グティ、ジウベウト・シウバ、一度下げます。おっといいですね、攻め上がったんですがここはうまくいきません。グティ、しかし北澤さん、レアそろそろ残り時間を気にした戦い方になっていますか。まあそうでしょうね、そういう動きになってきましたかね。ちょっといいでしょうか、アウェイ側なんですけど誰かアップを始めたようですね。動くかもしれませんね。なるほど、そうですか。ここで激しいアップ、際どいボールでした。40分になります。後半40分、レア支配率では若干押しているように見えます。さあスペースに抜ける、折り返せるか、シュートできた、右へ、ヘッドでの競り合い。さあ競っていく、レアここまで安定した動きを見せています。これ危ないですよ。さあ固まっている、いいディフェンスを見せます。綺麗に通りました、いいところで受けた、チェックを聞いていました。長い笛が鳴りました。タイムアップ、2対1、レアル1点差を守りきり勝利しました。しかし北澤さん、今日は最後まで目の離せない試合になりましたね。そうですね、どちらも得点していたんで両チームのサポーターも最後までハラハラして見てたんじゃないかなと思いますよ。今日はね、いい試合でしたね。さあ今日の試合の内容についてなんですが、後半5分、アデバヨール始まってすぐの同点弾、食らいつきました。そうですね、シュートもそうですけど、ああやって切り込めるということはやはりいつでもチャンスが作れるっていうことなんですよ。ああいうプレーは効きますね。そして今日の重要なシーンとなりました後半9分、ラウ、チームの不安を吹き飛ばす勝ち越しゴールを決めました。今思うとあの時点で今日の勝敗がついたことになります。